はい、ということで集まってもらったのはとりあえずデスペラードとして、レッスル1に対して言いたいことがあって、で今日は集まってもらったと。で別にこれは会見とかそういう深いことではなくて、まあ、言いたいことを言う、聞きたいことを聞く、そういう場ですと。でまず一つ目からいくと、マッチメーカーの問題ですね。このトーナメント、次の王座のトーナメントのマッチメイクを見て、トーナメント表を見て、なぜこれをやらなきゃいけないのか、なんでこれをやるのかが意味がわからない、不透明ということで、一応トーナメント表をもらってきたんだけども、用意したんだけど、これそもそも初代王座決定トーナメントに武藤圭司が出てない、まずこれは一つ目におかしい、うん、それでいて、レッスン始まってから、俺個人は、船木中上、で最近では曽谷海、そこら辺にもうシングルで俺勝ってるのに、なぜ今更トーナメントの1回戦から出なきゃいけないのかの意味がわからないと、うん、もうこのトーナメントに出る意味がもはやないんじゃないかなという、レッスル1の今の現状のリングを見たらそういうことなんじゃないかなっていうのを感じていることが一つと。でこの唐突なこの1回戦のマッチメイク、ね、はっきり言っても意味がわからないカードばかり、うん、だから多分これを対戦カードを作った人がリング上を見てないのか、ただとりあえず名前を並べてるだけなの か、 だかそういうところもはっきりしないといけないような俺は気がすると、レッスルに対して。でこのトーナメントに武藤圭司が出ないのが問題なので、単純にやっぱ俺が、スーパーシードですよね。で だからこういうふうにするのが一番いいんじゃないかと、この、俺がここね、俺ここで、ここ相手から武藤圭司、これが現在のリング上をまとめたトーナメントじゃないのかなと思うんですよ、はいね、単純に考えて今の現状がこういう風な状況なので、お客さんのこと、ファンのことで、選手、リング上とか一切その中にこのマッチメイクの人が机の上だけで考えているような、それじゃあお客さんは集まんないぞってことを言いたい。でこうやって1回戦のカードを発表しておいて、じゃあ8月の後楽園のカードはっていうと、甲斐と曽谷が組んだり、246が、TNA の外人とやったりとか、もうその意味がわからないし、どんだけそのスポーツライクなのかわかんないけど、そういう試合をお客さんは見たいのっていう、トーナメントで1回戦当たるって分かってて、でじゃあその前にタッグで組みましょう、いい試合になるわけがない、それだったら戦わなきゃいけないっていう俺は思うと。そこがもうなんか今レストランおかしいんじゃないのかなって。でこれを正すにはこのトーナメントで優勝するしかないんであれば、このベルトを取って、俺がきちんとレストランの規律を立て直すと、デスペラードのやり方で。多分今のレッスル1がねかなりおかしい状況であると。まあ、それが一つと、ね、このトーナメントに対しては一つ、そう
ね。でもう一つが、まあ、とりあえずね、その一応あの、ね、レスローのベルトができるっていうからきちんと俺も作ってきたしね、こういうのも、こういうしっかりベルトデザイン案もね、デスペラードベルトのデザイン案もきちんと作ってきてると。そもそもベルト用意してんのかっていうレスローは全然見えないけど、デザイン画も現物もこれで本当にもう開幕戦とか決勝とかもベルトなかったらもう赤っ端もいいとこだよって、それでもしっかりしないと俺はもうあっさり作れますよっていうね、そういうとこ。あとまあ今後のレッスル1に関して、デスペラードに関しては、レッスル1を元のこのこういうおかしな状況から戻すために、メンバーの拡大増強というかチームの拡大メンバーの増強を考えて、で、一応なんだろう、現状のレッスル1の中ではやっぱデスペラードが一番この頭のいいプロレスをやってるから、頭のいいやつを入れる、うん、だからね、もう何人かもう目星はついてるけど、そこで新メンバーとしてチームを増強さすと、それで本来のきちんとしたレッスル1プロレスをやると、今の状況をきちんとあれ打破しないと、客はいないわ、え、やってる試合は面白くないわ、ますますレッスル1大変なことになるんで、それをきちんと、まあ本体がダメならデスペラードが動くと、俺が動くっていうことです。そもそもこのポッと出てきたその人たちも入れなきゃいけないのかどうかすら分かんないです、後から来たレッスルニュークラシック勢は。それだったらもう最初から旗揚げ当初から出てる、サイ、坂本、レネとかそこら辺を出した方が絶対面白いって。だからもうそういうとこからして多分見方がおかしいと俺は思うんですよ。所属だけっ てほとんど出てるからもう準レギュラーみたいなもんじゃないですか。ね、たかだか 1,2 ヶ月しか出てないその後から来たやつらよりもよっぽどレッスルワンですよね。だからそういうとこが多分ずれてんじゃないかなと思うんですよね。ああだけど社長が認めてねって言ってるからね、そもそも周りを固めたとか言ってるけど、だからもうそこも意味がわからないでしょ。その所属になった、いや契約したのかもしれないよ、それ誰と契約したのか知らないけど、ただその社長が認めてないっていうやつを所属だからトーナメント出れます、もうそれもおかしいじゃん、そもそもが。だから何かがずれてる、うん、だから俺がマッチメーカーやるって言ったのに、それももう仕方でしょ、そやに勝ったのに。もうレスの何とかしないと、シュープロでも言ってるけど俺世直しやってるからね、レッスル1の規律を戻すために俺頑張ってるから、俺が正義だから。多分言ってないだけで不満を持ってるやつもいるし、結果が出ないやつもいるし、面白くないやつもいるし、で海外にバックレてるやつもいるし、いろんな多分不安とか不満を持ってるやつがいるから、うん、こっち来たらいいよ、こういうふうに変えれるよっていうことをうまく言えば、きちんと説明すれば、多分同じ思いを持ってるやつを、うん、あれしたいなと思ってますけどね。でだからもうあと向こうが戦力が少なかったらもうすいませんって謝るしかないと思うんで、はい、デスペラでやってくださいって、コーナーやってくださいって言われれば任せろと。もう動いてる部分もあるし、
まだこれから動く部分も、あとはタイミングとね、あれを見て、それこそ武藤刑事がよく言う TPO ですよね。全部が揃った時にボンと。あと別に本体じゃなくても強力な助っ人がいれば、でレスラーのリング使ってデスペラードを使って俺を使って、あのね、話題になりたい人とか、ものを考えてる人がいれば、フリーでも他団体でもデスペラードとしてレスラーのリングで戦ってもらうっていう準備はある、ありますね。実は仲良し恋しやってても、裏切り者っていうか、本体にの中で迷ってるやつとかはこっちに来たいようなやつがいるのかもしれないし、それはそっちで処理してもらえれば、まあ裏切り者じゃないけどね、こっちの方が正しいから、裏切るわけじゃないけど、きちんと目が覚めるってことだよね。その黙らかされてたから、きちんと俺が目を覚ましてあげる。レッスルワンの選手の皆さん、目を覚ましてください。そういうことですよ。だからもうその入ってきたやつらでしょ。だからまずそこもおかしいのは、新しい風を、新しいことをしますって言っといて、元来たやつらで固まるってもう意味がわからないでしょ。そのまんまじゃないっていう。何にも風景変わってませんよって、お前ら組むそうだなっていう。だから多分そこ自体でもうすでに違うんじゃないのかなと俺は思ってるし、あとそいつらがもう俺らに絡んできたら容赦なく潰させてもらう。ただまあ今のところ俺のところに火の粉は飛んでこないんで、もう眼中に入ってないので、どうぞどうぞ好き勝手騒いでくださいっていう。ただやってる意味がもはやないのかなっていう。本当にそういうふうに思ってやってんのか、俺まだちょっと疑ってるというか、その鵜呑みにしてないところは、そのあいつら4人の中でも本当にそれでいいのかって思ってるやつがいるような気もするし、そこはまあおいおいこれから見定めようかなと思ってる。多分こうやって、まあ結局またっていう思ってる人いると思うんだけどね。あと多分客があの4人がくっつくことを求めてんのかっていう。